皆様、本日はものづくり匠の技の祭典2021オンラインイベントをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより東京都塗装工業協同組合による匠の技が鮮やかに彩る建築塗装の世界を実施いたします。本ステージでは卓越したスキルを持ち東京都塗装高等技術専門校で指導する職人たちがハケ、ローラー作業を通して塗装の実演を披露。塗料の原色、白、赤、黄色、青、黒、茶色を使い巧みな手さばきで色鮮やかに仕上げる建築塗装の匠の技をご覧ください。実演いただくのは東京都塗装高等技術専門校講師である阿川祐樹さん、大島則之さん、斉藤隆之さん、田中正樹さんの皆様です。ステージの感想やご意見は祭典公式 Facebook、Twitter、Instagram にダイレクトメッセージにてお送りいただければと思います。それでは早速東京都塗装工業協同組合の皆様にご登場いただきましょう。皆様ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。それではここからの進行は東京都塗装高等技術専門校講師阿川祐樹さんにお願いしたいと思います。阿川さん、ステージの見どころをお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。今回ですね、2回目ということもあり、ハケ塗りとローラー塗りで様々な色を使って塗装作業の中でね、色を作りながら、いろいろなカラーバリエーションを踏まえて、実際に塗装をしていくんですけど、まあ、その中でもやはり、実際塗ってると簡単そうに見えるんですけど、やってみると、実際難しいよっていうところを、実際匠のね、技を通して見ていただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。それではここで強力な進行アシスタントをご紹介しましょう。エイジさんとヒルちゃんからなるお笑いコンビ、キングオブコント2013から2016の準決勝進出者であるこちらの方々、インポッシブルのお二人です。どうぞ。どうも、インポッシブルです。よろしくお願いします。あれ、口周り塗装した？うん、ヒゲヒゲ。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。いや、妻が。さあ、お二人、今回は建築塗装の匠のステージということですが、はい、建築塗装どうですか、ご存知ですか？いや、ちょっと普段見ることはどこかであるかもしれませんが、そうですね、街中とかでね、はい、あと銭湯とかで、ああいうなんか、ああいうのもそうですよね、はい、富士山とか、はい、ぜひ匠にいろいろと聞いていただきたいと思います。はい、お願いします。それでは建築塗装の匠の技をじっくりとご覧ください。どうぞ。じゃあどうぞ、行きましょう。はい、今回はですね、この色の違うグレーと白の板をですね、実際に壁に見立てていろいろな塗装をしてきますので、今塗装作業で一番大事な、白い方の壁と見立てたところを汚さないように、ビニールの方でね、養生していくっていう作業を行っています。目的としては、塗る場所のを反対の場所を汚さないのが目的と、あとは保護するために傷をつけないっていうのを目的としてやっていきたいと思います。ここ貼っちゃって、あ、貼っちゃって。斉藤さん、何色塗りたいですか？青です。青が塗りたいですか？はい、じゃあ青でいきましょう。お願いします。用意できたら来てください。お願いします。はい、お願いします。お願いします。めっちゃ汚しない。手袋しないの？していい？いいよ。じゃあ今匠が塗装するので、はい、見ておいてください。で、
ビニール貼ってある方じゃない反対の方を、はい、こっちを塗ってください、はい、ひるちゃんからじゃ塗ってもらえます。あ、もう塗っていいんですか、うん、やった。なんでちょっと見といてください、はい、塗り方多分楽しいはずなんで。うわー、もう楽しそう。もっと前出てきていいですか。はいはいはい、なるほど。はいはい、なんかコツとかあるんですか。これはやっぱり難しいのは塗料なので、こう、はい、流動性がすごく水みたいにあるので、はいはい、それを壁にこう塗るっていうのが一番難しい、はいはい、なおかつより均一に塗装してあげないと最終的に見た目が汚くなってしまうっていうのがあるので、あ、まあ、たくさんつけないのがポイントで、はい、ありながらそれを均一に塗り広げて、はい、最終的に仕上げていくっていうところに今やってます。なんで汚かったグレーの壁が今青く綺麗に色が変わったのがすごい、うん、分かると思いますので、ね、はい、まあ、やりながら動かし方はポイントはお伝えしていくんで、はい、はい、大きく動かしながら。すごいですね。もうムラがないもん。ムラがない。やっぱり、はい、ね、そんな見てると簡単そうですよね。やっぱり全然できちゃうと思うんで、はい、あの思いっきりやってもらって構わないので、はい、すごい。OK です。はい、はい、OK、じゃあ、はい、ひるちゃん塗ってください。はい、いいですか。さつさん、養生取ってください。はい、はい、ちょっと OK です。はい、なんで上だ、大丈夫、いい方、はい、実は僕おじさんが塗装屋さんで、はい、はい、DNA は完璧ですから。入ってるんだ。入ってます DNA、ね、はい、確かに顔はもう職人だよ。すごい職人、実演。じゃいいよ、差し替えていいよ。ふんどし巻いてそうな感じの実演やめて。あ、むずっ。えいいよ、誰も差し替えていいよ。ああ、え、下から上に。あ、下から上に。そうです、はい。おー、はいはいはい。で、また下から上に、はい。で、上から下。何色がいいですか。はい。で、まず材料つけていきます。はい、色、はい、え、ムラがもう、え、下から上に。いや、やっぱすごいんだよ。下から上。上に。はい、え、こう、え、下が濃くなってるもん。そうだよね、これ。え、むず、この均一にいかないですよ。大丈夫、血でなんとかいける。血？塗装屋の血で。おじさんの血でね。お前がさっき言ってたよ、おじさんの血でね。、はい、で、また明日からまた同じ、はい、はい、血って赤だよなと思って。あ、こういうこと、はい、はい、からこれ全部いいんですね。いや、うわ、でも楽しそう、やっぱり。いや、これ気持ちいい。気持ちいいよな、この色に。塗りつけたら最後もう一回全部、一回全部下から全部通します、はい、ぐーっと。ゆりちゃん、もう匠2枚目いってるよ。早っ、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 匠。早っ、匠、早っ。いやいや、荒い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 、仕事荒いよ。これどうですか、これ。OK です。OK ですか。塗れたんで、OK です。本当は OK じゃないでしょ。絶対 OK じゃないでしょ。均一に塗れました、均一に。え、どう、これどうですか。結構均一だと思うんですけど。均一ですか、本当ですか。そこが一番難しいところなんで。はい。はい、次またチャレンジしてください。はい、あ、もう隣、あ、隣も。そうですね。隣も塗っています。あ、一面に。お、一面。そうです。今度は一面に今全体的に匠が塗料をまず塗りつけるという作業をしています。はい、で、今回グレーと白でわざと色を半分に分けてきたのは、はい、塗料の隠蔽力ですね。下の色をかぶすっていうね。あの、出ないと、綺麗にかぶさないと最終的に仕上がりが綺麗ではないので、わざと透けるような形で、白、黄色であると白と、グレーどっちの方が隠蔽力があるのかっていうところをね、あの、見た目で分かってもらえるように、今回ちょっとそういったところでやってみたいと思います。なので最後仕上がった時、じゃあどっちが黄色の方が 色が濃くなってるかって見てもらえると思います。ピッチ上げようか。はい、はい、で、今全体的に塗料を塗りつけたので、次にやってる工程が塗料を塗り広げて配ってるっていう、ここで均一に塗料を
塗り広げてますね。これでも腰に結構負担かかりそうですね。はい、膝動かしてますからね、はい、体動かして体全体で、塗装してもらえると。で最後ですね、今ローラーを動かしながら下から上へと、均一にムラを切って最後仕上げていくですね。うわ、スクワットしてるみたいなもんで、でも心なしか皆さんやっぱちょっとマッチョっすもんね。やっぱ確かにいい体してるもん。いい体、ね、自然と鍛えられてお腹出てないですもんね、うん、いやお腹全然もうね、作業着もかっこいいし作業スタイリッシュ、服はかっこいいんだけどね。え、服はかっこいいね。オッケーです。おー、すごい。少ない。すごい。次、黄色。はい。では、次、エイさん。あ、次、エイジ行け。いいですか。はい、下が飛べます。ね、黄色の方が隠蔽率がいいと思います。白の下地のね、上に黄色を塗ったところですね。はい、グレの方がやはり、塗ったかにならないか、ちょっと汚いような感じになっているのが見えるとは思います。いや、エイジ、かすれてるよ、これ。じゃあ、差し替えてください。下から上。下から上。はい、そう。うわ、舐めてた。透けてないですか。いやもうすっけすけ、なんかもうすっけすけですよね。そのまま右に行って、あ、はい、下から。うわ、これ絶対つけすぎてるな。なるべく往復して大丈夫、はい、と思います。はいはい、ちょっとムラあるな。いや、こっちは良くな い, すごい。こっちはいいね、こっちは。こっちがね、うわ、楽しい。楽しいですよね。楽しいです、めっちゃ楽しい。この間現場で塗装してたら、私も現場で塗装してるんですけど、はい、小さな4歳ぐらいの女の子が通って、はい、おじさん何塗ってるの、綺麗だねって言われたんですよ。やっぱやってみたいって言われたんでいいよって言ったんですけど、さすがにそこまではちょっとやってくれなかったですまあよくね、本当色使って塗ってるとみんな楽しそうってよく声が聞きますね。いや本当なんか塗り絵してる気分ですよね。そうですよね。おじさん何やってるの。わー、この子は可愛くない。オッケー、めっちゃ乗ってきた。すごい響いたぞ。あ、でも、あ、うまくなってる。いやいやいや、うまくなってやっぱね、あ、ここで、あ、俺も分かってきちゃったかも。そこで均一にして。そうですね、そうです。言ってくださいよ。触ってみてからのがいいかなと思って。たくみ、ちょっとなんで僕の時教えてくれなかったんですか。いや、DNA が入ってるっていうか。やったことないんですよ、DNA だから。自分で勝手に導き出したからね、これは。え、すごくない。うわー、楽しい。慣れてきましたね。あれ、ちょっと待って、匠もう次行っちゃってる。次行っちゃってる。いや、これやっぱ、でも赤塗ってます。赤押しに来るな、やっぱ押しに来ます。スクワットしていいですよ、スクワット。いや、ほんとスクワット、スクワット、いい、これだ、スクワット、スクワット、これやっぱ、ほんとみんな、いいじゃん、いいじゃん。次に行ったから、やっぱ匠あれですね、ちゃんとローラーがコロコロコロって、コロコロコロって、そうですね、いい感じに行きますね。やっぱり微妙な力加減が、ああ必要なんですね。転がすようにやった方がいいんですね。確かに滑っちゃうもんな、そのまんま、うん、力入れちゃうと滑っちゃうので、ローラーの中に含ました塗料を力を加減で吐き出させて塗りつけていく。うわ、一番難しい。ちょっと材料なくなっちゃった。材料なくなっちゃった。おかわり、おかわり、おかわり、ちょっとおかわり、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 うわうわ、今日もワイルドに行ってますね。はい、ありがとうございます。はい、いや、ほんと鮮やかな黄色。あ、やっぱ違うわ、匠と。匠ちゃん、今日、いつも以上に体動いてますよ、本当に。あ、すごい。いや、本当綺麗、マジで綺麗。めっちゃ綺麗。やっぱ動かすもんな。でもこの後にこうやってさ、そう、最後一本通して。あ、なるほどね。最後に鳴らして。はい、鳴らして。あ、綺麗綺麗。はいはいはい。うわ、でもそれでもやっぱ。あ、違う、本当だ。
わりましたじゃあ時間も限られてるので、はいはい、ひるちゃんにお好きな色何色ですか。え今私がやりながら色作ってきます、ね、え作れるんですか、はい、ちなみに青黒黄色赤白緑緑いきますか。いや緑いけます。緑でしょ。緑いきますか。いや緑ってないよ。緑って何色と何色を混ぜたら緑になると思います。これ緑赤と青とですか。赤と青いきます。うわ違うか。赤と青いっちゃうと紫になっちゃう。あ紫ですね。紫になっちゃうね。え緑緑じゃあ青は分かりますよね。じゃあ青入れますね。はい青入れます。で青入れます。実は黒っていうパターンなんですよ。黒黒はないだろう。黒が黒ちょっとネイビーカラーになっちゃうんで黄色なんです。あ黄色はい今青と黄色入れました、はい、これをぐる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 混ぜていくと混ざって色がどんどん変わってきます。で黄色が足らないのですごい変わってく変わってく緑色になってきますよね、はい、おすごいなった。どうします。もう少し黄色入れて鮮やかに。はい鮮やかな鮮やかな黄色が。これもう感覚で分かるんですか。感覚で。すごい、ね、あとは目で見て、はいはい、色の混ざりですね。このぐらいでいいですかね。あすごい、はい、じゃあこれを入れて違う、だから1枚ね1枚これじゃあヒルちゃん選んでもらったんで実際に緑を塗ってみてください。はい、はい、じゃあいっちゃいます。もうすぐしたら何か難しいな。下から上に下からそうです、ね、いやまだいけるね。往復してください。往復はい。エジさん何色が好きですか。何でもいけるんですか。何でもいけます。もうバーのマスターみたいな感じですげえかっこいいんだけど。じゃあ何色でもいいっす。うわなんか難しい色ないかな。はい、何がいいかな。緑いったでしょ。緑いったでしょ。あと何色あり。あと何。紫。紫いきます。あ、ピンクもいいな。あ、じゃあ紫に。紫で。紫いきます。紫いけるんだ。はい、青だ、やっぱり。そうですね。青入れて。よいしょ。うわ全然うまいこといかない。混ぜていくと、いや様になってるな。なんか副業でバーのマスター本当にやってそうだな。そうカクテル作ってるように見える。すごい塗装屋さんなんだけどな。塗装屋さんなんだけど。ああ紫塗ってる。そうですね、ちょっと大人な感じの紫で。ムラになってんな。で最後一本下から上と、はい、はい、下から上。どうでしょう。でオフいいですかね。で落とします。はい。うわすごい。はい、はい、どうです。きつスクワット。オッケーです。ありがとうございます。できました。たくみは何色が好きですか。オッケーです。ありがとうございます。私はそうですね。そこそこの色は出たんじゃないでしょうかね。たくみ何色が好きですか。じゃあ小さなお子さんが見ていてくれると信じて。はい。
それは何色でしょう。やっぱピンクでしょ。やっぱピンクでしょう。ピンクでしょう。キッズには、キッズには、はい、お願いします、はい、うわいきます紫、はいはい、うわいいな、なんかマダムって感じ。ちょっと大人な紫ですね。大人な、ちょっと、うん、じゃあもう現場ですぐこの色欲しいってなったらすぐ作って。そうですね、そういった作業ももちろん、うん、ありますよね。だから一瞬でその目、はい、何と何色を混ぜてどうなるかっていうのはやっぱりそこは経験と知識の、はい、判断のですね。え、何年ぐらいやったら一人前の人になれるんですか。まあ10年とは言われてますけどね。まあやっぱり最大は意識だと思います。意識、意識です。いい、頑張る意識です。結局そうですよね、はい、やっぱ何でもそう。今決め顔、なんで、なんでまとめた。今俺決めた。今めっちゃめっちゃ決め顔だった。何でもそう、何でもそうよ。 BGM が薄く流れましたよ。じゃあ匠ピンクいきましょう。はい、ありがとうございます。やっぱなんか道具とかにこだわりあるんですか。そうですね、やっぱり、まあ、いつでも使えるように きれいにして整理整頓されてるとかですね、うん、やっぱまあ使いやすい使いにくいはやっぱり自分の手に馴染んだもの、はい、まあ、選び抜きながらは、うん、やるようにはしてますね。どうですか、ピンクですか。ピンクですね。あ、ま、ピンクかわいい。かわいいですね。これなんか色を混ぜた、うん、あとあのグレーの壁すぐなんか消えましたね、うん、消えますよね。そうですね、そこが隠蔽の違いで、ね、なのでまあなかなか1回で塗り、仕上げるってことはね、どうしても難しいので2回から3回しっかり塗装してあげて、はい、まあ、その塗ったものを保護してあげるっていうのが目的で、うん、まあ女性で言うとよく言うんですけど、お化粧するのと同じで、うん、綺麗にし建物をしてあげるっていう。やっぱ喋り口調もバーのマスターみたいな。違う。塗装屋さんで。塗装屋さん。塗装屋さん。うわあ、これきつい。やっぱ、やっぱ絶対皆さんこれガタ良くなってるの。絶対そのせい。結構建物によっては高いところ登ったりとかも。そうですね。高所作業では。うわ、高いところ。何メートルぐらい今まで。私は上がっても20メートルぐらい。20メートル。うわ、怖っ。東京なんで、東京タワー、はいはい、あれも塗装の、これで、そうです、5年に一度しっかりと。うわ、無理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 。東京タワー何メートルか知ってます。3800。高すぎるだろお前。333ですね。333、はい、富士山じゃねえのそれ。富士山何メートル。あれ富士山何メートル。富士山8000か。それエレベーター。みんな覚えてない。誰も知らないのか。大島さん分かると思います。あ、分かります。3000いや、誰も知らない。誰も知らない。正解が見出せない。誰も知らない。富士山、日本の富士山の高さ。いや、じゃあ、はい、じゃあ、はい、匠はピンク色ですね、はい、私先ほど作ったピンク色をきれいに今塗り広げて塗装してもらえますか。いや、匠早い、マジで、はい、早いし、綺麗だし、すごいっすね。もう5枚ぐらいの、はい、じゃあ、次差し替えて。うお、はけ、はけ、はい、いいですね、もう。うわー、これしんどい、やっぱ。はい、はい、どうぞ、しょうがましたね。お、綺麗、すごっ。手先器用だな、エイジ。スカウトしたいな。どうですか、塗装屋さんに。え、マジっすか。うん、スカウトしたいな。嬉しい。え、ヒルちゃんもっすよ。え、ヒルちゃん、ちょっと気使ってるじゃないですか。いや、そんな、そんな、ヒルちゃんもっすよ。芸人でもうダメだと思ったら、じゃあ、お願いします、ね。そうですね、塗装屋さんで、はい、はい、お願いします。嬉しい。まあ、でも芸人でナンバーワンになってください。かっこいい。かっこいい。かっこいいよ。かっこいいよ。じゃあ最後ですね、はい、最後ハケを使って今匠に実際実演をしてもらうんですけど、はい、お二方にはマスキングテープで貼ってある内側、中側を実際に
ハケを使って塗装をしてみてください。はい、はい、匠どうぞ。ちょっと匠の塗り方を、はい、見といて。テープも何も貼ってないので、ハケ1本で見切りといって、線を今塗ってるところと塗ってない場所の境を作るように、今ダミ込みっていう作業をしています。ハケ、ね、の持ち方と、ね、カメラさんもっと寄ってあげてください。すごい、はい、テープを貼ると誰にでもね、やっぱりできてしまうと、やはりあのテープを貼らずに塗っていくのが塗装技術。うわー、うわー、マスキングテープなしでってことですね。すごい、なんでできんのこれ。精密機械。分かって分かって。じゃあ実際にちょっと塗ってみてください。はい、はい、あで、はい、もうヒルちゃんも頭で行っちゃってもいいんじゃない。ここベチャって無理だよ、無理だよ、はい、同時に鉛筆の持ち方、鉛筆の持ち方、はい、やべ、鉛筆の持ち方忘れちゃって、はい、嘘でしょ。お箸と一緒です。お箸と一緒、お箸と一緒、お箸、あ、え、じゃあこうっすよね、うん、あ、こうだ、そうです、そうです、あれ、よし、で、少しつけていただいて、はい、じゃあスピード上げてください。たまりを払います。払ってください。払っちゃった。そうです、そうです、払っちゃった、はい、はい、で、こういうことっす。はい、そうです、はい、はい、じゃあで、こっちからいきましょうか。はい、あ、楽しい。やばい、手が震える。テープの上乗せちゃっていいですか。あ、そうです、あ、そうです、あ、そうです、はい、そうです。あ、楽しい。ローラー塗ってるのとどっちが難しいですか。いや、やっぱハケの方が、うん、あ、どっちだろう。手震えてますよ。はい、プル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 します。プルプル震えないの、すごいな、たくみ。あ、楽しい。こんなにカメラに背向けてていいの、二人で。確かに夢中になってますよ、夢中に。いや、めちゃくちゃ楽しいです。楽しいよな。いや、全然。あ、もうカメラ映ってないから。じゃあ、で、最後一本、ずーっと一本タップ取ります。あ、やばいやばい、大丈夫です。また最後に、そう、最後に1本、さっきあの通したみたいな、ずっとつなぎ目がないように1本通しましょう。はい、はいはい、スピードアップ、スピードアップ。そうです。あ、なるほど、 OK です。はい、はい、じゃあ全部塗っちゃっていいですよ。もう1本いきます。あ、こっちも、はい、匠が終わったらおしまいにしますんで。はい、はい、行きましょう。それまで頑張って塗ってみてください。やべえ、マジで無言になっちゃう、マジで。集中する、集中しちゃってた。でもなんか、アートって感じでかっこいいっすよね、塗装屋さん。そうですね、色をたくさん使う仕事なので、うんうん、そういった認識ではありますよね。最後また1本通します。はい。今匠にはハケを実際ね、あの見切りをつけるためにダミ込みって作業をしてもらった後に、ハケを持ち替えて大きなハケでですね、全体的に塗りつけるという作業を行っています。わー、すごい。これハケとローラーはどっちが難しいんですか。やはり軸、技能的にはハケ塗りの方が。今だってお二方塗ってみてやっぱそう感じませんか。ハケの方がやっぱちょっと難しいよ、はい、うん、手震えちゃいます。震えちゃいますよね、はい、大きな面塗るのにしてもやはり一度に塗れる面積はローラーの方が、うん、あの早く塗れるので、うん、そういったところですね。やはり細かいところはハケを使って、大きな面、広い面はローラーを使ってっていう作業法になっています、はい、最後今ムラ切って下から上通して仕上げを行ってます。
どうですか、テープ貼ってないんですよ。まっすぐすごいっすね。引いてすごい、なんか あそこ通っていけちゃいそう、なんか綺麗すぎて、はい、入れそうじゃない、入れそう、空間空いてるとニュッと、え、すごっ、オッケーです。はい、じゃあ、はい、少し戻ってもらって、うん、オッケーです。はい、以上でですね、塗装の、作業の方の実演の方を終了したいと思います。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。さあ、それでは最後に阿川さん、まとめのコメントをお願いいたします。はい、今日ですね、実際色をたくさん使って、ローラー、ハケ、塗りの方をですね、実際実演して見せ、もらいました。やはりね、やってみると簡単そうだけど実際、やってみると難しいんだよっていうのが少しでも映像を通して分かっていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。インポッシブルのお二人いかがでしたか、実際にやってみてどうでした。匠の技に感動しまして、はい、ちょっとこの青ひげを塗装でなんとかできないですか。でも後ほどかぶれるぞお前、これめちゃくちゃかぶれると思うよ。ありがとうございました。東京都塗装工業協同組合の皆様、インポッシブルのお二人ありがとうございました。どうぞご講談ください。ありがとうございました。